はい、皆様こんにちは、そしてこんばんは。ハリベイチャンネルのハリベイです。今日はですね、ロシアのスーパーマーケットに行ってきました。ロシアのスーパーマーケットの中はどうなっているのかというテーマでお伝えしますので、お付き合いください。日本ではですね、ロシアは今ウクライナと戦争状態にあって、ロシア国内には消費が足りないだとか、一般人は餓死するじゃないかとか、国内は安定してないとかですね、いろんな情報が飛び回ってますけども、実際ロシアの首都モスクワに来てみるとそうではないことに気づきます。このテーマではたくさん動画を流していきたいと思いますので、楽しみにしてみてください。今日はロシアの単純な普通のスーパーマーケットはどんなにでかいのか、普通のスーパーマーケットの中の、例えばワインのコーナー、お酒のウォッカーのコーナーとか、ジュースのコーナーとかですね、コカ・コーラのコーナーだけ、どんだけでかいのか、どんだけ大きいのか、これ比較してみると、川崎のコストコレベルですよ。コストコレベルのスーパーマーケットはモスクワにあるんですね。まあ、こういう、スーパーマーケットいっぱいあるんですけど、そのうち一つだけを今日撮ってきたので、お見せしたいと思います。基本的には、動画を流していきますので、下から、字幕で説明を入れておきたいと思います。あと、ロシアでアゼルバイジャンのワインと、アゼルバイジャンの紅茶ブランドもすごく有名だと、ザクロですね。果物ザクロすごく有名で、私も昨日買っていっぱい食べたんですけど、すごく美味しいんですよ。酸っぱさも少し残してますが、甘さもあると。で、そういうのも、撮影してますので、お見せしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。
はい、皆様、このようにロシアのスーパーマーケットの動画を流しましたか、いかがでしたでしょうか。とても皆さんショックを受けたと思いますが、モスクワは非常にですね、商品もいっぱい溢れてて、国内生産も充実してて、とにかく海外の制裁、海外から独立、孤立をさせられるのに慣れてきた、免疫がある国なんですね。それは結構いいことだと思うんですけど、国内の人々のために国内生産を増やす。また海外のその、本当に少ない、数少ないパートナーの中でかなりいいパートナーシップを築いてあげて、国内には商品が足りないことはないように頑張っていくのが、おそらくロシアの政策だと思うんですけども、それは成功していると思います。ぜひ今後もいっぱい動画を作っていきたいので見てみてください。今日はどうもありがとうございました。